本名川のシンボルマーク、本名川の飛び石かつて、本名川にかかっていたハヤメガネ橋、諫早眼がね現在は、諫早市高城町の諫早公園内に移設されている。本名川は、長崎県の多良山系南斜面から、諫早市街中心部を流れ、諫早湾に注ぐ川である。長崎県内では、唯一の一級河川である。2008年4月25日より、 諫早湾管卓調整地と調整地への流入河川も本妙川水系に組み込まれ、流路延長、流域面積とも長崎県第一位となった。流域の大部分は諫早市に属するが、調整地の南部は雲仙市にも属する。上流部に本妙川ダムが建設中である。昔は大川と称されていたが、今日は3年頃から本妙川と呼ばれるようになった。 ただし、本名川の名称の由来については明確なものが残されていない。タラ山系の南にある五下玄学南西六を水源とする。上流部は山麓に深い谷を刻み、急斜面を南西に流れ下る。南へ向きを変えると斜面は緩やかになり、富川、湯能川、木大川などの支流が次々と合流する。諫早市街地では、 天馬町、宇都町で東に向きを変え、諫早市中心部を緩やかに流れる。市街地を抜けた川口近くの干拓地では、福田川、半蔵川、長田川などが合流し、諫早湾干拓調整地に注ぐ。中、下流域の諫早平野、及び諫早湾大部の干潟を干拓した、干拓地は主に水田に用いられ、長崎県有数の国葬地帯となっている。 川、用水路、川口干潟には様々な生物が見られるが、川口干潟の生物賞は、諫早湾干拓事業により大きく変化した。流域の産業や生物については、干拓の里資料館、干拓の里水族館、諫早市郷土館、森山郷土資料館などで展示が行われている。上流域の急流に対して、中、下流域は流れが、 緩やかになり、多くの支流が狭い地域に集まるため排水不良になりやすい。江戸期、寒永年間から、しばしば洪水の記録があり、元禄12年の元禄水害では、死者487人を出し、現在の宇都町、天馬町付近にあった、諫早の集落が、現在の位置へ移動することになった。また、富川渓谷の五0羅漢像は、死者用と、 災害防止祈願のために、諫早茂春の命により、放映6年に作られたものである。昭和32年7月25日の諫早豪雨でも甚大な被害を出した。諫早豪雨以降は、川幅拡張、メガネ橋一節、橋の桁上げなど、河川改修が相次いで行われた。また、毎年7月25日には、 死者の慰霊のための川祭りが開催されている。かつて、本名川は急勾配のまま、諫ワ湾へ注いでいて、川口部で合流する長田川や半蔵川は、独立した河川だったと考えられている。急流や諫ワ湾の長石が運ぶ、堆積物によって、川口干潟の陸地化が進み、さらに人の手によって干拓が進められた結果、隣接した川が、支流になった。 さらに、平成元年から国営諫早湾干拓事業が進められ、諫早湾オーブが締め切られて調整地となった。これに伴い、平成20年から調整地と、その流入河川も本名川水系となった。本名川の河口は干拓調整地の北部、排水門とされ、流路延長は 21km から 28km へ。 流域面積は87平方キロメートルから249平方キロメートルへ拡大された。本名川の上流部に本名川ダムが建設中である。位置は、北緯32度54分37.70秒、統計130度01分32.18秒、北緯32.9104722度統計130.0256056度。 32.910472230.0256056である。諸言は次の通り。これまでの経緯は次の通り。ありがとうございます。